マーチの2年女子大生でシリアルアントレプレーナーの方の4回目の会社、かっこ現在私含み3名でさまざまなアイデアを試している状況です。大学を卒業し、後もその会社で働く方フをやってやっているんですが、なんとなく新卒では名前の知れている会社に入るほうがいいような気がしています。何かアドバイスお願いします。はいあの多分金持ってる人なんで女子大生と一緒に働きたいっていうだけの理由で引っ張ろうとしているんですけど、うまくいかない可能性が高いんですよね。要はその あの大学生のインターンにアイデアを出してもらってる状態っていうことは事業としてお金がその柱ができてない,ない状態なので多分遅かれ早かれその会社なくなると思うんですよね。で多分5年ぐらい働いてじゃあ29歳とかになるとまた女子大生と一緒に働きたいなってなって会社潰して新しい会社を建てるっていうのをやると思うんですよ。 なのでそうすると29歳で聞いたこともない会社が潰れたっていう人が出来上がりっていう状態になるのでそれよりも履歴書に聞いたことがある会社っていうのがあった方がいいと思うので新卒カードがあるでマーチだったらそれなりの会社に入れる可能性があるのでそれなりの会社に最初入っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますただ土日は手伝いますよみたいな感じで副業として関わるみたいな感じで一応その金持ちとは付き合ってた方がいいといいんじゃないかなと思いますけど。